初めてでも安心、堺市児童手当の手続きがサクッとできる見ながら講座。この講座では堺市の児童手当の手続きで多くの方が迷うポイントをご説明します。まずはじめに、堺市児童手当の受給者は父母ともに所得がある場合、原則として所得の高い方が受給者となります。次に、申請の中で下記が必要になります。あらかじめご準備ください。1番、受給者の本人確認書、免許証など。2番、受給者の保険証。1番、2番は写真をアップロードいただきます。3番、受給者の銀行口座番号がわかるもの。これらをご準備の上、申請を始めてください。それでは申請画面をもとにポイントをご説明いたします。対象の子どもが複数いるときは、1つの申請書にまとめて申請してください。受給者の氏名から順番に項目を入力していきます。本人確認書類には運転免許証やパスポートなどの写真を撮影してアップロードします。項目に沿って受給者の情報を入力します。公務員の方は申請できません。職場で手続きをしてください。加入年金の種類を選んだ後、受給者の健康保険証の写真をアップロードします。マイナポータルで公金受取口座を指定していない方は、希望するを選べません。振込希望先の口座は受給者本人の口座に限ります。子どもや配偶者の口座は指定できません。配偶者の情報、子どもの情報をそれぞれ入力します。受給者と別居を選んだ場合は、住所の入力画面が続きます。必要事項を入力します。年齢が一番下のお子様から入力します。養育なしの場合は申請できません。続き柄で子以外を選んだ場合は、続いて必要事項を入力します。別居を選んだ場合は、続いて必要事項を入力します。子どもから見た世帯主の続き柄は、別居の子どもと同居している方です。2人目の子どもの生年月日が平成14年2002年4月2日から平成18年2006年4月1日生まれの方は、はいを選択してください。項目に沿って入力します。大学生年代の子どもについて、就労・就学の状況を入力します。項目に沿って入力します。入力した内容を確認します。修正する場合は修正するボタンを押します。確認した内容でよろしければ申請するを押します。以上で申請完了です。対応状況はマイページから確認できます。申し込み番号はお問い合わせの時に必要です。ホーム画面からマイページに入れます。マイページの申請履歴一覧検索から対応状況を確認できます。以上で手続きは完了です。お疲れ様でした。対応完了までお待ちください。